さあ、松の緑の前引き、あと2行となりました。ここのところね、すごい弾いた気がして、私すごい最初の頃嬉しくて、すごい大きな音で弾いてたんですけど、そんな叩くところじゃないです。これね、特に指が縦になる人、気をつけてください。親指は横よ、横並び。そして手首が、手のひらが、ほら、見えてるでしょ？この状態じゃダメ。手のひらが見えない状態。こう回り込んできてください。手のひらが見えない状態で、手首はこっちにおる。気持ちね。そして、糸を垂直に上から押さえたい。親指はイエーイって、ここに垂直に立ってます。この状態で糸を渡っていくわけですね、指が。では弾いてみましょう。いいや。まだ始めたばかりで、3の糸、2の糸、1の糸を引き分けられない人には、なかなかちょっとね、これ難しいところですけれども、基本の位置から移動する。これがここら辺でやるとどうしても外れます。ここにくっつけて、小指がついてて、この位置から行くようにしてください。もう最初どうしてもできなかったら見てもいいですね、糸をね。でも糸を見ると形が変わるって、バランスが崩れるともうこっちがぐちゃぐちゃになりますから、できれば見ない方が。それで、こことの感覚、基本の位置との感覚で弾いた方が安定して弾けると思います。ではもう1回、0323203、これだけやってみましょうね。3の糸から3、はい、この時に左手は03に押さえたまま、1の糸の2へ。そして3を押さえたまま、ここの1の糸の2を押さえてから3を外してください。そうすることで音が伸びます。ないと音が伸びない、余韻のないつまらない音になりますから、しっかり押さえて、ちゃんと、うまく言えないな、乗っていくっていうのかな。順繰りに、こう、1、2、1、2、1、2って乗って動いてください。これは弦楽器の妙味と言ってもいいかもしれませんね。もう一回いきますよ。3、はい。0、3、2、3、2、0、2、3、0、3、2、0、どうですか？あ、なんてことないわっておっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。ではやってみましょう。さあ、はい。ここまで来たら、あとはもう、これで、男物の浴衣を着てるのがバレたかもしれない。まあいいでしょう。最後、松の緑の最後まで来たわけですけれども、頭から弾いてみましょうね。よーい、手が横になるように、かかっちゃう。
ですよ。手を開いて気合で飛ぶ。フォカッチャ。いいよ。肘が動かないように。いいよ。松の緑の前引きを勉強しました。